祖母川中腹まで降りまして、バスが待っております。今からこのロープウェイに乗ります。マデラの花です。極楽鳥花です。この女性の衣装は民族衣装です。ワインを牛が引いています。サンタマリア通りです。この通りにはこのような絵が描かれています。アーティストを育てるために市が特別に許可しています。建物そのものは15、6世紀に建てられたものです。ただしほとんど修復されています。この帽子を家でかぶると奥さんのぼやきが聞こえず便利だそうです。駅は海抜500メートルです。植物園です。個人の所有ですが開放しています。右のカゴはドボガンです。後からこれに乗って降りてきます。この急勾配の坂を登ってきました。この教会は1740年に完成しました。カール一世も礼拝に来たことがあります。
カール一世です。池の中にある島はマデラ島の形をしています。マデラワインの試飲です。この後皆さん結構大量に購入しました。今からドボガンに乗って急な坂を下ります。結構長いね。はい、それではお疲れ様でございました。どうでしたか、ボドボが面白かったですよね。まあ、もうなくでおります。貴重品お持ちください。ですのでちょっとだけで歩きますね。
マディーラ独特のパンです。あったかいです。マディーラの地ビールです。コクがありました。昔僕あれ普通ね、リオのカーニバルの。魚は太刀魚です。上に乗っているのは料理用バナナです。